プトレマイオス10世、アレクサンドロス1世は、古代エジプト、プトレマイオス朝のファラオ。父は、プトレマイオス8世、フィスコン、母は、クレオパトラ3世。兄プトレマイオス9世ラテュロスと王位を争った。紀元前116年、クレオパトラ3世は、夫フィスコンの死後、共同統治者として、プトレマイオス10世を指名しようとしたが、 アレクサンドリア市民が年長のコプトレマイオス9世の擁立を要求したため仕方なくラテュロスを払おうとした。しかしラテュロスとクレオパトラ3世の対立は深まり紀元前110年にラテュロスがクレオパトラ暗殺を図っているとしてラテュロスは敗因されアレクサンドロスが擁立された。アレクサンドロス自身も母と対立するようになり 紀元前109年には再びクレオパトラはラテュロスを福井させ、紀元前107年に再びアレクサンドロスを即位させるという混乱が続いた。アレクサンドロスは母を暗殺し、兄と若い子その娘ベレニケ三世と結婚した。紀元前88年、テイベで原住民の反乱が発生し、軍の維持費を賄うためにアレクサンドリアにあった。 アレクサンドロス三世の墓から財宝を略奪した。これが、新民の反感を買い、不人気であった王は逃亡したが殺害された。このため、2位、ラテュロスが福井することとなった。ありがとうございます。